はい、皆さんこんにちは、キムリンオーディオです。もう全部をもう撮影するのが僕もちょっともう体力的にも、もうきつくなってまいりました。はい、もうアルトワークス、5台に、コペン君が3台ね、もうこんな感じで、非常に、まあ、おしゃれに仕上がったり、またこれ本当クラシカルな形で、もうこういったコペン君本当にね綺麗に手入れされてます。あとはもうそれぞれいろんなカラフルな、S660 君たち、もうこんな感じです。あ、 S6 君数えるの忘れました。皆さん、すいません、数えて何台だったか教えてください。今回もうビート君まで参加していただいております。ほんとこう手入れほんと綺麗ですね。はい、うちの嫁さんの S6 です。やはり、人気者になります AZ1。 でもこの窓これしか開かない。そうです、あくまでもチケットウィンドウなんです。なるほどね。これでドライブスルーってなったらどうなるんですかね。まだやったことないです。ドヤ顔でガルウィンドウ開けますよ。あ、なるほどドヤ顔で開けて、店員さんのおーっていう顔を見るのが楽しい。なるほど。あ、8万7000キロ。そうです。はい、知ってます。俺のコペンは13万だから、もうこんな感じであります。ビート君、キヤすごいな、やっぱり。わ、旭川からもうね、もう旭川から参加してくれたんですよ。すごい遠いところから。しかもこの前ね、気温で日本一になったんですか、旭川が。そういったところにも来ていただいております。メーター取ってください。メーター、どのメーターですか。白いこっちです。あ、Tスポーツのスケールです。はい、あ、これ、はい、あ、なんかおしゃれ。しかもに、これ220って書いてるんですか。はい、Dスポーツのはいメーターなんです。すごい。はい、もう絶版品なんで。絶版品なんですか。はい、非常にレアな、装備を、撮影することができました。いやー、もう本当僕ね、コペン君は本当見ないんですよ、なかなか。はい、いや、すごい。白も綺麗ですね。あ、なんか綺麗だな。わあ、コペン君。これもちょっと撮って。はい。このフィンドウですか。ナンバー映っちゃいますけど。いや、大丈夫ですよ。いいですか。フィンドウですか、フィンこれ。軽に封印って普通車です。はい、普通車扱いになっております。あれ、あ、なるほど、はい、遠目には見えないかなと。そうですね、こうなると本当普通車ですね。はい、なるほど。あ、いやいやいや、小技が。はい、これマフラーは、これはなんかすごそうなメーカー不明なんですよね。メーカー不明、はい、買った時についてたんで、もう不明なんです。ちょっとそこの方、ちょっと書いてないんですよね。ああ、うん、綺麗に収まってます。しかも1番というナンバーがいいですね。あ、苫小牧から。いや、そうです。これビルシュタインはこれ実際に測る、入ってます。おお、見えますかね。あ、見えた。これちょっとこれ
カメラでは撮れないと黄色、もう黄色のカラーが目印になります。はい。あ、ロータースリット入ってる。Tスポーツです。あ、なるほど。パッドのローターが Tスポーツですね。はい、やっぱこれ回転方向、これあの逆方向っていうんですかね、残りつけてるじゃないですか。はいはい、正回転じゃなくて。でやっぱりこれレスポンスがやっぱり変わりますよね。確か。どうなんですかね。このまま来たんで。これはどっちかといえばちょっとハードブレーキング向きっていうか、レスポンス重視だったような、そんなことを聞いたことあります。回転方向に走ってると。はい、僕逆側なんですよね。あ、そうですか。俗に言う正回転側の方に僕スリット持ってきてるんですけど。はい、あ、ちゃんと黄色の、はい、ストラットが入ってます。はい、ビルスタインです。ビルスタイン。すみません。ありがとうございます。はい、これからあのニセコの峠を攻め上げますので。了解です。はい、今回もこんな感じで、もう内装が非常に、もうこれもコペン君はなんかすごいですね。はい、やっとワークス君も5台というところまで増えてまいりました。ありがとう。今嫁さんからジュースをもらいました。はい、ということでちょっとね、天気がねちょっとこう曇りなんですが、これからニセコパノラマラインっていうところをちょっとこれから走りに行くんですが、本当はこう羊蹄山という山が見えるんですが、今日ちょっとこんな天気で残念です。ここは道の駅、マッカリフラワーセンターというところで、これからニセコパノラマラインを、まあ、走るにあたってちょっとここで、一息入れて、これから、ニセコの山を、走りたいと思います。それではまた。やったー、ワークス5台だで、ワークス5台。うひょひょひょー。